皆さんこんにちは、宮内です。私は去年からフランス語圏に住んでおり、現在フランス語を勉強しています。そこで勉強したことを動画内で皆さんに共有したく、語学学習に関しての動画も出していこうかなと考えました。日常生活で使えるフランス語を一緒に学んでいけたら嬉しいです。よろしければ最後までご視聴ください。今回の動画では薬局での買い物編をやっていきます。はじめにブリュッセルの薬局事情を少しお話しします。ブリュッセルには至る所に薬局があります。この写真のように緑の十字架マークが薬局の目印です。あと薬局という意味のフランス語とオランダ語がこのように大きく書かれていることが多いです。ちなみにフランス語で薬局はファーマシーと読みます。薬局の営業時間は基本的に平日の朝8時から18時半まで、土曜日の午前中まで営業しています。薬局によってはお昼時間に営業していないところもあるみたいなので、行かれる際はご注意ください。ベルギーの薬局はフランスやドイツの薬局コスメブランドが充実しています。例えば日本でも売られているブランドのラロシュポゼやアヴェンヌはどこのお店にも必ずと言っていいほど置いてあります。手軽に手に入りますし、日本未販売商品も数多くあるので、旅行の際のお土産にもいいかと思います。ここで本題に戻りますが、お買い物をする際、全ての商品がフランス語で書かれているため、この商品が一体何者なのかわからないということが多いです。毎回翻訳機で調べてとするのも疲れるし、店員さんもフランス語しか話せない場合があるので、なかなか聞きづらいです。そこで今回はフェイスケア用品に絞ってよく出てくるフランス語の単語を調べてみました。フランス語をカタカナ表記するのが難しいですが、なんとなくそう聞こえるなと思うカタカナで表記していきます。それでは始めていきます。まずそもそものフェイスケアをフランス語で言うとソワンウィザージュ、ソワンウィザージュと言います。ソワンはケアという意味で、ウィザージュが顔という意味になります。フランス語はほとんどの場合、形容詞が名詞の後ろに来ます。クレンジングをフランス語で言うとデマキオン、デマキオント、デマキオン、デマキオントと言います。クレンジングは以下の3つのタイプに分かれます。クレンジングウォーターはウ・デマキオント、ローション・デマキオント。クレンジングミルクはレ・デマキオン、レ・デマキオン。クレンジングオイルはウィル・デマキオント、ウィル・デマキオントと言います。私はメルビータのオイルインジェルを使っています。ここにデマキオンと書かれています。とにかくクレンジングが欲しければ、デマキオン、デマキオントゥを探してみてください。次に洗顔です。洗顔はフランス語でネトワヨン、ネトワヨンと言います。このように洗い流すタイプももちろん売っていますが、ヨーロッパでは洗い流す洗顔は香水による肌荒れや乾燥のトラブルになりがちです。そのような理由で洗い流さない拭き取りタイプを使っているという方が多いそうです。なのでこちらの左の商品のように、クレンジングと洗顔を兼ねている拭き取りタイプの商品もあります。私はこれを朝用の拭き取り洗顔として使っています。右はジェルムーソンと書かれており、これは洗い流す泡立つジェル洗顔になります。実はこのようにフランス語だけでなく、よく見ると英語表記されている商品もあるので、ちょっと見にくいですが確認してみてください。あと洗顔については、拭
き取り洗顔もせずミストウォーターで済ます場合もよくあるみたいです。日本でもアベーネのミストがよく売られているかと思います。ミストウォーターはオーデュボーテ、オーデュボーテと言います。私はアベンヌを買いましたが、ラロッシュポゼやコーダリーも販売しています。このように缶に入っているので探しやすいかと思います。次に化粧水です。化粧水はロッション、ロッションと言います。化粧水とセットによくイドラトン、イドラトン、イドラタシオン、イドラタシオンも書いてあることが多いです。これは保湿という意味です。あとは優しいとか柔らかいという意味のドゥ、ドゥス、ドゥスーなど書いてあることも多いかと思います。保湿や肌に優しそうなものを選びたいときにこのあたりの単語が読めたら選びやすいかなと思います。続きまして乳液です。乳液はエミルション、エミルション、レ、レと言います。レは先ほどミルククレンジングでも出てきました。先ほどのレ・デマキオンは乳液タイプのクレンジングなので乳液と間違えないようご注意ください。続きまして美容液です。美容液はフランス語でセルム、セルム、エッセンス、エッセンスと言います。これは聞き覚えのある単語かと思います。美容液の効果用語も説明しておきます。赤みを抑えるならアンティフジュール、アンティフジュール。シワを防ぐならアンティフリッド、アンティフリッド。アンティは何々を防ぐという意味があり、いろいろな場面でよく出てくる単語です。また肌のキメを整えるという意味はトニフェラポ、トニフェラポ。美白関係はエクラシソン、エクラシソン、ブロンシソン、ブロンシソンと言います。最後に肌のタイプを説明していきます。一つずつ読み上げていきます。普通肌、ポーノーマル、ポーノーマル。乾燥肌、ポーセッシュ、ポーセッシュ。混合肌、ポーミクスト、ポーミクスト。脂性肌、ポーグハス、ポーグハス。敏感肌、ポーソンシーブル、ポーソンシーブル。もし私は乾燥肌ですと言いたければ、ジェラポーセッシュ、ジェラポーセッシュと言います。ジェは英語で I have という意味なので、ジェラポー何々、ジェラポー何々っていう感じ、形で使えば大丈夫です。ということで、フェイスケア用品のフランス語の説明は以上になります。商品によっては今回の説明通りに記載していない場合もありますが、大枠は理解できたかと思います。本当にベルギーの薬局は品揃えがいいので、ベルギーに来られた際はぜひ薬局でもお買い物してみてください。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。